1820年から1823年まで、第5代ペンシルベニア州知事を務めた。1752年11月18日、ジョセフ・ハイスターは、ペンシルベニア植民地のバークスグンバーン郡区において、ドイツ系移民の家庭に誕生した。両親は農場を経営しており、ハイスターは1771年まで、農場作業の支援を行った。ハイスターは、 地元の公立学校で教育を受け、商業の世界に関心を示した。1770年代初頭、ハイスターはホイッグ等を支持し、植民地政府による統治に異議を唱えた。ハイスターは1776年の革命協議会に参加し、アメリカ独立戦争期におけるペンシルベニアの指導者の一人となった。ハイスターは独立を目指す。 民兵隊で隊員となり、兵士の育成に努めた。1776年のロングアイランドの戦いでは、ハイスターの民兵隊の多くが死傷し、ハイスターはイギリス軍に拘束された。ハイスターはイギリスの囚人船に収容され、厳しい処置を受けた。その後ハイスターは、捕虜交換によって釈放され、レディングの自宅で療養した。1777年、 回復した。ハイスターは、ジャーマンタウンの戦いに大佐として参加したが、頭部に、やや重い傷を負った。独立戦争後、ハイスターは、ギフ・アダム・ホイットマンと共同で事業を起こしたが、間もなく、政治に関心を移した。1779年、ハイスターは独立戦争に対する、反逆者の財産差し押さえを協議する、委員会のメンバーを務めた。 1787年から1890年まではペンシルベニア州会議員を務め、1787年12月にはペンシルベニア州代表としてアメリカ合衆国憲法への批准署名を行った。1789年から1790年にかけてはペンシルベニア州憲法制定会議に参加した。 1790年から1794年までは、ペンシルベニア州上院議員を務めた。1797年、ハイスターは、欠員重党のため民主共和党から、連邦会議員に選出された。ハイスターは1798年、1800年、1802年の、改選でも再選し、1805年まで4期連続で、連邦会議員を務めた。 1807年、ハイスターは、ペンシルベニア州民兵で少々に委任された。1810年以降、ハイスターは、民主共和党の中でも保守派の人物として際立ち、硬直化した、党幹部の会合を批判した。ハイスターは1815年に、連邦会議員に再選し、1820年12月に、辞任した。またハイスターは1817年に、 ペンシルベニア州知事選挙に立候補したが、同じく民主共和党から立候補した、ウィリアム・フィンドレーに敗北した。1820年、ハイスターは民主共和党の統一支持を受け、ペンシルベニア州知事に当選した。ハイスターは州民に対して安価な追加教育システムを提供し、賞賛を受けた。その一方で、社会進歩も急速に進んだため、 保守派の知事ハイスターに高い支持は集まらなかった。ハイスターは、衆議会議事堂の落成式を主催した。ハイスターは1823年12月に、州知事の任期を満了した後、レディングに戻り、農場経営や事業活動を再開した。1832年6月10日、ハイスターは、レディングの自宅で死去した。 ハイスターの遺体は、レディング市内の改革派協会墓地に埋葬され、その後、チャールズ・エヴァンズ墓地に移送された。ジョセフ・ハイスターの父親は、ジョン・ハイスター、母親は、メアリー・バーバラ・エプラーアーで、共に、ドイツからの移民であった。ハイスターは1771年に、フィラデルフィアで、エリザベス・ホイットマンと結婚した。二人の間には、以下の子供が生まれた。 ドイツ語では、ヒースターと発音された。アン・エリザベス・ハイスター・キャサリン・ハイスター・ジョン・シルバヌス、ハイスター・レベッカ・ハイスター、レベッカ・ヒースター。1781から1841、アダム・ウィットマン、ハイスター・メアリー・エリザベス・ハイスター、ヘンリー・オーガスタス・フィリップ・ミューレンバーグと結婚。ありがとうございます。